そぼ降る雨の中、京急生麦駅の踏切の遮断機がゆっくりと降りてきます。駅を出て国道15号線に向かいましょう。駅近くの小道にはそれに見合った飲食店が何軒も軒を連ねています。その小道を抜けるとほどなく国道が見えてきました。今回の生麦の動画なんですけれども、2箇所を散歩しました。一つはキリンのビール工場、そしてもう一つは生麦の旧東海道祭りです。それぞれ異なる日に歩いたんですけれども、同じ生麦ということで一本の動画にまとめました。前半はキリンのビール工場、そして後半は旧東海道祭りという編集になっています。それではご覧ください。国道に出るとすぐ左手に大黒町入り口の信号があります。大黒ふ頭に向かう右折レーンはいつも混んでいます。今日は雨なんでなおさらですね。国道を渡り首都高速に向かって歩きます。ビール工場はあの高速道路のすぐ向こうにあります。駅からは歩いて10分ぐらいでしょうか。はい、着きました。こちらがキリンのビール工場ですね。ただし工場見学の入り口はこちらではなく、もう少し右になるようですね。こちらが入り口のようですね。工場に向かう歩道も緑に囲まれ、まるで公園のように整備されています。はい、それではね、キリンのビール工場を見学に行きたいと思うんですけれども、私ね、以前ここに一度来たことがありますね。もう20年以上前なんですけれども、その時とはね、随分工場の様子も違っています。まずね、あの上の高速道路ですね。前から高速道路はありましたけれども、こんな綺麗にね、整備はされていませんでした。工場のね、感じも以前とはもうだいぶ違いますね。もう随分綺麗になっています。まあ、これからね、あの工場に入るんですけれども、どんな感じなのか非常に楽しみですね。まあ、あの今日はね、あの車で来てないんで、あの試飲もできると思いますので、それも楽しみです。それではね、工場見学楽しみたいと思います。工場の見学は一人一人自由に入れるということではなく、何人かの人数がまとまり、一グループ1時間半の見学時間となります。私が行った時には15人ほどのグループで見学をしました。グループにはガイドの方がつき、非常に丁寧な説明をしていただけます。ただし見学中の動画の撮影はできません。写真の撮影なら OK ということで、私は見学中に何枚もの写真を撮りました。写真を撮りながらいろいろ詳しい説明を聞くこともできました。ビールの原材料ですとか、工場内で行われる製造方法、あるいはできた製品の保存方法など、いろいろと詳しく興味深い話を聞くことができました。しかし動画の撮影、録音、録画ができないため、せっかく聞いた興味深いお話も申し訳ないことにほとんど忘れてしまいました。もともと私は人から聞いた話を覚えておくということができません。ここでは私のかすかな記憶とその時の印象をたどってお話しさせていただきます。もし間違えていたらごめんなさい。どうしても気になるお方は工場見学に出かけ、ご自分の目でお確かめください。まず工場に入って第一の印象は非常に清潔であるということですね。もちろん飲料を扱う食品工場でありますから、それは当然のことなんですけれども、内部の工場のみならず屋外の庭園なども非常によく整備がされていました。今回の見学コースなんですけれども、キリンビールの中の一番搾りという製品があるんですけれども、その製法について詳しく説明されていました。一番搾りというだけあって、一番目に搾り出された麦汁を使用するということのようですね。ちなみに私もビールはよく飲むんですけれども、特にメーカーや銘柄にこだわりはありません。どのビールもあまり違いはないように思えるんですけれども、飲み比べてみるとやはり違いはあるようですね。特にビールにこだわりはなかったんですけれども、一番搾りの製法を聞いてみると、なんだかこのビールを飲みたくなってしまいます。見学では原料である麦芽やホップの味見、それに熟成前のビールを試飲することもできました。
酵母が化学反応を起こし炭酸を発生させるとか、芳醇な味わいを醸し出すとか、一口にビールの製造といってもその製法には一工夫も二工夫もなされているようです。微妙な原料の違い、製法の違いがそれぞれのブランドを生み出しているんでしょうね。工場内には大きな機械がいくつもありました。大きな釜のようなもの、また機械と機械との間には何本ものパイプが接続され、まるで小型の石油化学コンビナート工場のようでもあります。あのパイプには一体何が流れているのでしょうか。ここでは機械が稼働していなかったので、その動きはよくわかりませんが、これだけ多くの複雑な機械があると、そのメンテナンスだけでも大変でしょうね。1時間余りも工場内を歩き、実際の現場や映像でビールのことを詳しく学ぶことができました。見学の最後にはお楽しみのビールの試飲があります。これがお目当てと言ってもいいかもしれません。試飲はビールサーバーから生ビールが提供されました。これも確か一番搾りであったと思います。ビールは一杯だけだと思っていたんですけれども、後から3種類の一番搾りも提供されました。これだけあると飲み応えもありますね。当然私は全部いただきました。なんとなく黒いビールが美味しかったですね。あと今回の見学で女性のガイドの方が一人ついてくれたんですけれども、説明の口調が非常にハキハキして雰囲気も明るく、この見学説明にあたっては普段からしっかりと準備がなされているんだろうなということがよくわかりました。こういう工場見学では一つ一つの機械や設備の説明も大切なんですけれども、それよりもまず工場の明るさ、清潔さ、そういったイメージを伝えることが重要ですね。見学者に良いイメージを残すというのがガイドさんの仕事であると思います。本日のガイドさんからはそのイメージをしっかりと受け取りました。合わせて見学記念のツーショットも撮らせていただきました。どうもありがとうございます。はい、ということでね、今キリンのビール工場の見学に行ってきました。見学時間はだいたい1時間半ぐらいですね。ずっとね、担当者の方がついてくれて案内してね、非常に丁寧に説明していただきました。ここはね、予約して来ることができるんですけれども、それほどね、予約も難しくないと思います。そんな何ヶ月も先までね、予約が埋まっているという感じではありませんので、ネットで簡単に誰でも来ることができると思います。まあ、私もね、最後にちょっとねビールをいただきまして、ちょっとほろ酔い加減になっているんですけれども、まあこれちょうどいいですね。はい、ということでほろ酔い加減のいいところでビール工場の見学も切り上げたいと思います。この後なんですけれども、やはり同じく生麦の魚河岸市場を見てきました。そちらの様子も合わせてご覧ください。ちょっと雨が強いですね。本日は11月23日勤労感謝の日です。毎年この日には生麦の魚河岸通りで旧東海道祭りが行われます。はい、こんにちは、並木道夫です。今ね、生麦に来ています。京急生麦の駅前から国道1号線を渡りまして、旧東海道ですね、旧東海道に入りました。はい、今ね、歩きながらカメラ自撮りしていたんですけれども、急にねカメラ止まっちゃいました。多分ね、雨のせいでやっぱりカメラって雨に弱いんですね。今日はね、歩きながらの自撮りはちょっとできませんので、自撮りをする時にはね、雨の降っていないところでやりたいと思います。今日は11月23日です。生麦の旧東海道祭りなんですけれども、これは2010年から始まりまして、最初はね、生麦の魚河岸祭りといったと思うんですね。ただもう最近は名前を変えまして、旧東海道祭りとなっています。以前はね、魚河岸ということで、鮮魚店が中心だったんですけれども、現在は、鮮魚店に限らずいろんな店が出ているようです。今日はね、あいにくの雨なんですけれども、それでもね、魚河岸に向かう人通りがありますので、人は集まっているのかなと思います。まあね、これから魚河岸の方まで歩いていきたいと思います。
生麦方面から歩きますと、道の左側に道年稲荷神社があります。この神社では毎年6月にジャモカモ祭りが行われます。地元ではかなり有名なお祭りのようで、市の民族文化財にも指定されています。旧東海道祭りの上りが立っています。魚河岸もこの辺りから始まるようですね。これも出店でしょうか、よくわからないんですけれども、トヨタのクラウンが置かれています。このクラウンは随分型が古いですね。おそらく50年以上前のものと思われます。雨の中ですが、それぞれの店舗の前には人だかりができています。この辺りのお店はほとんど選挙券かと思うんですけれども、傘で中の様子がちょっとよく見えませんね。人波が途切れると店からは威勢のいい呼び声が聞こえてきます。やはり魚河岸の雰囲気はありますね。店は通りの鮮魚店ばかりではなく、出店の屋台もあります。屋台は食べ物屋さんが多いようですね。人気店には人が集まっているようですが、傘の波で何を売っているのかよくわかりません。この旧東海道祭りはもともとは魚河岸祭りとして始まったものです。ですからやはり鮮魚店に人気も集まるようですね。その中でも最も人気を集めていたのが、このアナゴの一本揚げのお店です。私もここで買おうと思ったんですけれども、なんと1時間待ちということで長蛇の列ができていました。雨の中を1時間並ぶ気力はちょっとね、出てきませんでしたので、今回はパスしました。ただ普段もやっているのかというと、これはお祭りの時だけ特別に出るそうです。だから行列もできるんですね。あとマグロの解体ショーも人気なんですけれども、私が店の前を通った時にはもう終わっていたようですね。マグロの見事な兜だけが置かれていました。祭りが行われている通りの長さは200メートルほどでしょうか。とりあえず片道を歩いてみました。国道駅近くに慶願寺というお寺があります。こちらで少し雨宿りさせていただきましょう。境内には猫もいますね。これは飼われている猫のようです。今ですね、旧東海道沿いにある慶願寺ですね、そちらのお堂の前で猫と一緒に雨宿りをさせていただいてます。今日はね、雨なんですけれども、雨にもかかわらずですね、人出は非常に多いです。で、皆さん傘をさしていますからね、その分場所を取りまして、で多分ね、晴れている時よりも人混み感は今日の方がすごいですね。もう前に進めないような場所もあります。結構ね、大変な人混みです。で今この国道駅近くにいますので、再びですね、もう一度生麦の方に戻って往復する形でもう一度ね、祭りの様子を見ていきたいと思います。それでは今度は国道駅から生麦駅方向に進みます。お花屋さんも出ていますね。こちらは地元の青果店でしょうか。季節の花々が店頭にきれいに並べられています。こちらはみかんのつかみ取りですね。1回500円ということで、こういうのは手が大きい人が有利ですね。こちらの人垣は鶴見名物揚げパンの出店ですね。この揚げパンは私も聞いたことがあります。やはりかなり人気のようですね。行列が続いています。他にもいろいろありますね。こちらの鍋はアナゴカレー。どんなカレーなんでしょうね。こちらはキムチですね。ハラミ弁当も売られています。通りの鮮魚店の前にはどの店にもお客さんが集まっています。その向かい側には何軒もの屋台や出店が並んでいます。旧東海道祭りの賑やかな雰囲気は味わうことができたんですけれども、ただ雨が降っていてカメラも片手に持っていましたんで、ちょっとねゆっくり見ることはできませんでした。はい、ということでね、今生麦の旧東海道祭り1往復してみました。やはりね、人出の勢いは衰えることがないですね。これからね、ますます人は増えていくような感じさえあります。それでは旧東海道祭りの散歩はこれまでといたしましょう。これから花月総持寺駅から帰るんですけれども、結局何も食べなかったので
ちょっとお腹が空いてきました。花月園の近くに中華料理店があったのを思い出しました。こちらのお店ですね。中華料理カツさんです。以前花月園を散歩した時に寄らせていただきました。今日は2回目の訪問になりますね。ご主人と少しお話しすることができました。やっぱこちらの一番のご自慢って言ったらあれなんですけど、餃子が売りですかね。麻婆豆腐。ああ、麻婆豆腐。黒酢もする。ああ、この3つが。今回私は担々麺と餃子を注文しました。大変美味しくいただきました。どうもごちそうさまでした。こちらの餃子は本当に美味しいですね。お昼はこれが一番よく出るそうです。さて、旧東海道祭りからは何日か過ぎました。私は今生麦の魚河岸を歩いています。はい、改めておはようございます。並木道夫です。今日ね、12月なんですけれども、前回、魚河岸祭り23日に来た時にだいぶね雨が降って上手に取れなかったんで、今日ね改めて朝来ました。普段のね魚河岸の様子を、ちょっと見ていきたいと思います。前回先月の旧東海道祭りの時はあいにくの雨で店の様子もよく見ることができませんでした。そこで今日は祭りではないんですけれども、普段の魚河岸の様子を見に来ました。今私が歩いている時間は8時半過ぎなんですけれども、早い業者の方はもう取引が済んでいる時間かもしれません。買い物に来るのは一般の方もいるようなんですけれども、業者の方が多いようですね。はい、改めて平日の朝来たんですけれども、にぎわいの様子はね旧東海道の祭りほどではないんですけれども、それでもね結構人が出ています。鮮魚店がだいたいね何軒あるんでしょうね。ちょっとね件数は分かんないんですけれども、10店かそれ以上ぐらいには出ていますね。こちらのお店ではご主人がマグロをさばいています。撮影の許可もいただきましたので、ちょっと撮らせていただきましょう。お顔まで映っても大丈夫ですか？こんな顔でよければ。はい、こちらのお店ではショーケースにあるマグロも見せていただきました。大変見事なマグロですね。これでどれぐらいするのでしょうか？こちらのお店ではアナゴがさばかれていました。祭りの時は一本揚げが大人気だったんですけれども、アナゴは天ぷらだけではありませんね。煮物にしても大変美味しくいただくことができます。それぞれの鮮魚店にはそれぞれのお得意さんがいるようです。お互いに阿吽の呼吸で商売をされている様子が見て取れました。朝の魚河岸もなかなか面白いですね。祭りの時とは違った素顔を見ることができました。今回は日をまたいでキリンのビール工場から生麦の魚河岸まで歩きました。ご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回をお楽しみに。お近いうちにお会いしましょう。